半日で回れる、時間がなくても楽しめる群馬旅行のおすすめスポットを5つご紹介。1つ目、伊香保温泉石段街。階段を上りながら食べ歩きができる外せない観光スポット。射的で盛り上がったり、美味しいものがたくさんある。2つ目、こんにゃくパーク。無料でこんにゃく食べ放題、工場見学も無料でできるから家族連れでも楽しめる。3つ目、法水寺。台湾気分になれるとっても大きなお寺。365段の階段を登ると絶景が見れます。4つ目、ジャンティーク内田商店。高崎市にあるおしゃれな古着屋さん。品数が多くてセンスのいい掘り出し物がいっぱい。5つ目、カビ屋。伊香保温泉に行く途中にある外観がレトロなご飯屋さん。値段は約300円。くず餅や芋串が美味しくて感動。ぜひ参考にしてみてね。